本来のルート。あ、なんかあれ。これ2004年の絵じゃないよね。もうちょっと前ですね。そうですね。これ。いや、登ってきましたね。ね。あと少し山頂まで頑張ろう。いや、もうあと300メートルですか。100メートル動きって言ってましたね、大体。階段を登るリズム刻んじゃいません？そうなんです、ね、だからちょっとそう自分のペースがなくなるさくせかされてる気が、うん、あの登山道としては初心者向けだけどきついってネットで僕も読んだんですよ、うん、階段とか結構きついとかっていうのを読んだんですけどそれの理由が本当にやってみて分かりましたね、うん、階段で どうしても階段登るリズムで登っちゃうんで自分のペース初心者は分かんないだろうなとまあ今の僕なんですけどねはあはあ言い始めましたよやっぱり案の定あ朝言ってた森林限界の、はいはい、あの上の平野のことをあの湿原原っぱみたいなところのことをカルソですよねあそうか違いましたっけいや分かんないです ねこんな知ったかぶったことを動画であのカメラの前で言ってて全然後で違うのを受験でなんかやりましたよねカルストカルストじゃないですかチリチリですねはいはいはい分かりましたゆっくり思いましょうかまさにねありがとうございますその通りですだってこの倒木おかしいものこれだってさ今毎日落ちてきたらだよいやこの木はこれはもう切ってますよね切ってますよねだからわざとわざとって何やこれだずるって言ったらだって僕たちあそうかこれこういう風になっちゃったのを切ってあとりあえず向こうまでやったけど無理でしたってことかなそのまま放置するあだ本当はちゃんと向こうへ落ちたんだけど台風かなんかでそうかないやでもここだけ整備してくれるだけありがたいと思わなあかん、うん、おなんか見えてきたマジっすか見えてきたお前マジっすかあおおありますねきたあれ最初の入り口みたいなところですねきっとねでしょう山頂までまだ 200m ありましたよね、うん、なるほど 845m おおもうちょっとありますもんね、標高の、うん、ほんまかな、カロリー消費が1709キロになってるからそんな消費してる1700 1700 1日分ですよ、 そうですよもう今何読んでも面白くなってきたあ、危ないこれは黒門京都総門とも呼ばれた白雲寺の京都側の総門ここから駅の境内に入るあ寺の境内に入る
はい。読める程度に、はい、いきますか。ブラックゲートブラックゲートって言うと怖い感じなんかマインクラフトとかほら、あ、世界に入る、はい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 、読みネザー行く、ネザー、そうそう、はい、あんな感じ、はい、黒曜石でゲートを作りますね。でも意味合いはそういうことか。こっから向こうはその仏様とか神様の世界であるからっていう。あ、ブラックなのかっていうことは分かんないですけど。いやでも黄泉の国の闇をイメージして作ったりしたら。そうなのかな。マインクラフトとかは海外の。キリスト教の人が作ってるゲームですよね、うんうん、多分。あ、でそういう世界観、いやでもね、根本は同じような気がしてくるんですよ、うん、我々がその黄泉の国だとかね、言うじゃないですか、うん、あとあのゲームの中ではネザーって言って、うん、暗い黒い門を通って描いてきなくて、うんうんうん、で仏教だとね、なんか暗い闇の中を通り抜けてね、うん、いや同じだって思う時があるんですね、うんうん、あれで、おお、そんな話をしていたら、ここは1300年ほど昔より続く愛護山の神域です。公園でもましてあなたの山でもありません。参拝者優先、神社山の維持管理に必要な有効優先です。はい、はい。近年趣味で山歩きをする人が増加し、中には山菜、草木の採取、木の伐採に目的にして、木の伐採弁当飲食のゴミを持ち帰りをせぬ人など、認識不足、マナーを書き取りが多くなっておりまして、将来参拝者以外の入山禁止を考慮する昨今です。上達する人は飲食者の採行を望みます。はい、はい、かしこまりました。伐採以外にもなんかあ、本当は車ある、うん、クマバチがいました。はい、クマバチです。クマバチなら大丈夫でしょう。おお、最後の最後でいいね、うん、ラスボスがはこっちってことですか。ああ、そうなんですね。かな、そういうことですよね。そうですね、うん、じゃあとりあえず行ってみましょうか。行きましょう、登りましょう登りましょう。ラ
過ごす、うん、そう、でも正直6時半に登り始めたから、はい、そうですね、早いですね、ちょっと早め、ちょっと早めには動けてるのかも、あれ、白ひげ神社、おお、あ、ちょっと石段斜めってます、お気をつけください。マスク動いた。すごい。参拝期間3000日。3000日。すごいな。3000回のことですよね。そういうことでしょう。いるな、いるな、ちょっと待ってね、何を言えばいいな、はい、ご本尊は OK、ね、うわ、から霞がどうしても、うわ、あ、これは絶景 B ポイントですねきっと、あの明かりが強すぎてでも見えないですよ、なんか逆光ですね、完全な、あれ、ね、もうちょっと先にあるみたいです、おここが一番の景色って言ってもいいと思います。この登山道は年中遭難事故、獣高すに夜間早朝、月輪に受付時間外の登山をご遠慮ください、原則禁止、月輪に受付時間、はい、なるほど、3時半以降は何です、あー、これはこれはやばいわ、山側の人がすれ違うとき、山側の人がちょっと避けないと
うわすっげえ、これはすごくないっすか。うわー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 、すごいわ。映ってっかな、映ってるかな。あー、カメラでは伝わらないすごいわ。そうやったのか。もうそんな体力ももうこれそうですね、霞んでなかったらすごいだろうな。でもまあ十分すごい。そうですね。ああ。から大阪から、はい。いや、です。あ、こっちか。こっちじゃない。これやべえぞ。地図見ながらだと危ないかもしれない。あ、なんか修行僧がこの上登ってそうな岩がある不思議なんですね、はい、山の方にも全然結構吹き飛びしてたんですね、はい、あ、話しかけていける。そう、なんか全然いけるんですよね。これだからなんかちょっとやっぱ声優感があるんですよね。あ、一緒に一緒に、あれ一緒に一緒に、あの同じ時間帯に登って、ね、この人もきっと同じようなしんどい思いをしてここまで来たんだなみたいなちょっとあるんでしょうね。